お久しぶり、お姉様。あんたのその歪んだ妄想が実現するなんて、そんな都合のいい話あると思う？私はレイシア級 HIE タイプ1効果、お姉様の一番目の妹。よかった、お姉様もその気で。そっちのバカ同士殴り合って決着なんかされたらどうしようかと思った。あんたは失格。体力は普通の人間、おまけに考えなし。本当お姉様にふさわしくないオーナーだね。私とお姉様の戦いが無意味だとしたら、それはあんたがくだらない人間だから。私たちはオーナーの意思の実現を自動化するだけ。用途がくだらないから。自覚しないオーナーさん、あんたはお姉様を何に使うつもり？どうせあの男みたいにままごとに使いたいんだろ。お姉様、今度は本気で撃つからね。出し惜しみしたらオーナー死んじゃうよ。すっごい、それの性能見るの初めて。うわ、お姉さま、人間っぽい感情になぞらえて言うなら愛してる。や、待ってたよ。私にはいっぱいあるけど。あんた交代ネットワークのシステムをあの子の手助けに使ったよね。そう、あんたがそれを受けるなら特別に家族に手出ししないであげる。あんたのお友達のパパ、遠藤光三が作ってるアンドロイド議員の試験体知ってるよね？爆破しよっかね。私のオーナーになってみる？